メジャー30球団の中でもフィラデルフィアに本拠地を構えるフィリーズは、多くのスター選手、球界屈指の強打者が揃う球団としても知られている。そしてそんなスター軍団の強力な打線をつなぐ中の一人、ニック・カステヤノスという選手も球界トップクラスのスラッガーであり、フィリーズの打線には欠かせない重要な選手の一人だ。彼は身長193センチ、体重91キロ、今季がメジャー11年目、現在31歳の外野手。カスティアノスは2013年にタイガースでメジャーデビューし、その後カブスやレッズを渡り歩き、昨年の2022年に現在のフィリーズへと移籍してきた。毎年打率2割後半の安定した活躍を見せていたカスティアノスは、2021年に打率3割0分9厘、ホームラン34本、100打点という好成績をマーク。メジャー9年目にして初めてオールスターゲームにも選出され、さらにこのシーズンでは強打者の証、シルバースラッガー賞も受賞した。そしてこの輝かしい実績をぶら下げ、2022年にフィリーズと5年総額1億ドル、当時の日本円にして約119億円の大型契約を結んだ。球団とファンに期待され迎えたフィリーズ1年目の昨シーズン、カスティアノスは昨年の成績同様、ホームラン30本、100打点レベルの活躍を期待されたが、結果的には打率2割6分3厘、ホームラン13本、62打点と予想をはるかに下回る不甲斐ない結果に終わり、119億円の両債権の選手として見られることもあった。この原因としては、不思議なほど速球にも変化球にも全くタイミングが合わなくなり、強い打球を打つ頻度が大幅に減っていた。その結果、ホームランの数は前年から 62% も減少した13本だけにとどまり、当然打点も稼ぐことができなかった。2023年、フィリーズ2年目となったカスティアノスは、昨年不甲斐ない結果で球団やファンを失望させてしまったが、今シーズンは本来のバッティングに特化したカスティアノスの持ち味を発揮する見事な活躍を見せている。今季は157試合に出場し、打率2割7分2厘、ホームラン29本、106打点とカスティアノスに期待された成績に近いレベルの数字をマークしたと言ってもいい内容になっている。2022年の打球と比較しても、広い範囲に強い打球、遠くに飛ばす打球が明らかに増えていることが見てわかる。逆方向にも軽々とホームランを放り込んでしまうカスティアノスは、両債権の可能性さえあると不安視されたシーズンもあったが、今となってはフィリーズの強力な打線には欠かせないメジャー屈指の強打者へと返り咲いた。ちなみに外野手として活躍するカスティアノスは、守備の面ではフィリーズに来てからこの2年間1回もエラーを記録したことはないが、守備範囲の広さはメジャーワーストレベルと言われている。